今、中国の都市に異変が起きています。ありったけの家財道具を持って次々と引っ越しをしていく人々。ここは農村部から出稼ぎに来た人々が集まる常駐村といわれる一角。500メートル四方に3万人がひしめき合うように暮らしてきました。1週間前、突然政府から通知が出されて、巨大なマンションや商業施設に作り替えられることになったのです。住民が退去するや否や始められる取り壊し。今こうした都市改造が全国の100を超える都市で急ピッチで進められています。背景にあるのが政府が打ち出した建国以来最大規模の都市改造政策です。新型城镇化是以人为核心的城镇化。现在大约有2亿6千万农民工，使他们中有愿望的人逐步融入城市。強制退去させた後の出稼ぎ労働者をいかに都市に定住させていくのか。そのために政府が進めるのが戸籍制度の改革です。これまで中国では農村出身者は戸籍上都市の住民とは区別され、社会保障を受けづらいという問題がありました。出稼ぎ労働者たちに都市戸籍と同じ権利を与えることによって、強制退去した後も都市に定住させようというのです。経済成長に陰りが見える中、政府には今回の都市改造を新たな成長の起爆剤とする狙いがあります。その成否の鍵を握るのが、出稼ぎ労働者が都市の戸籍を受け入れるかどうかです。都市の中の常駐村で暮らす人々は強制退去を迫られる中、どんな選択をしようとしているのでしょうか。叫我一个农村户口，别人城市户口，我第一我都不同意。你住哪里？你做什么？你最起码能养活自己吧？给你个户口去，你自己都养活不了，你说你去干啥？強制退去の対象となるのは全国で1億人とも言われています。政策が実行されて半年、行き場を失った出稼ぎ労働者の中には、路上での生活を余儀なくされる人々も出てきました。国家を挙げて取り組む都市の大改造。その現場で何が起こっているのでしょうか。中部河南省鄭州市、人口900万の商業都市です。この町の出稼ぎ労働者は300万人。周辺部に広大な農村地帯を抱えているため、年々その数は増え続けています。出稼ぎに来た人々は都市の中で数万人単位で固まって暮らしています。都市の中の村、常駐村と呼ばれています。その一つ、夏目省。500メートル四方ほどの広さに無許可で建てられた格安のアパートが立ち並んでいます。
昼でも薄暗いアパートの中。我们这儿楼梯还是比较宽的，你去过其他那个里面，那楼梯就能过下一个人。进来吧。哎。この広さで家賃は1ヶ月5000円程度、市内の相場の半額以下です。男性は鄭州に出てきて6年、昼は行商、夜は運転手と仕事を掛け持ちにして農村に残る家族の暮らしを支えています。卖过手套、剩了手套啥都卖过。常駐村は住むだけでなく仕事の場でもあります。出稼ぎ労働者が集まり町が巨大化するに伴って格安の商店街が出来上がっているのです。常駐村夏目省の中で肉まん屋を営んでいる高志さん。妻と両親、店は親子2代で切り盛りしています。肉まんは1つ5円。一家が鄭州に出てきた20年前、元手をかけずに始められると選んだ商売です。おいしいと評判を呼び、1日で3000個が売れますが、利益は1500円ほど。物価の高い都市でもこの町だから暮らしていけるといいます。渴了，干了。半天都没喝一口。没有，早上更忙的时候根本就没有时间去吃饭、去喝水。この高さんの暮らす夏目省も政府が進める都市改造計画の中に含まれています。3年以内に鄭州市で取り壊しを予定している55カ所の常駐村の一つとしてリストアップされているのです。もし強制退去で店を続けられなくなったらどうするのか。江さんにとって一番の気がかりは一人娘の将来です。江育文ちゃん3歳。将来は都市で小学校に通い大学まで進んでほしいと思ってきました。しかし家賃の安い常駐村を出て他で店を開けばコストは倍以上かかります。とても学費を出す余裕はありません。都市改造による常駐村の取り壊しはせめて子どもには豊かな将来をと頑張ってきた家族を追い詰めています。让他在城市里从小在城市长大，有他的活动范围，有他的活动圈子，结交的社会让他全面发展一下，希望他到时候变成一个市民，变成真正的城市人民嘛，城市户口嘛。这个我也说不好，到时候这计划赶不上变化了，到时候看吧。
到时候看看社会咋发展，走一步说一步，现在计划赶不上变化，现在说了不一定到时候就能实现，这个东西说不好。全国の都市に暮らす1億人を超える出稼ぎ労働者に衝撃を与えている都市の改造計画。それは建国以来最大の国を挙げての社会改革です。本届政府下决心要再改造1000万户以上各类棚户区，这既是解决城市内部的二元结构，也是呢降低城镇化的门槛。政府が打ち出した新型都市化計画、その中心の一つが出稼ぎ労働者1億人を都市に定住させることです。常駐村を取り壊した後に建設する大型マンションや商業施設、そうした新たなサービスの消費者として期待をしているのです。この7月、中国の主な都市の9割で不動産価格が下落、経済成長の失速感がさらに強まっています。新型都市化計画による再開発は全国で少なくとも3000カ所、経済成長のカンフル剤として政府は不退転の姿勢で臨もうとしています。現在大約有2.6亿农民工，使他们中有愿望的人逐步融入城市啊，它不仅可以带动巨大的消费和投资需求，创造更多的就业机会，其直接作用还是富裕农民，造福人。いかにして出稼ぎ農民たちを都市に定住させるのか、そのために政府が打ち出したのが戸籍制度の改革です。これまで中国では出身地によって戸籍が分けられてきました。都市戸籍を持つ人々が社会保障や教育などで優遇されるのに対して、農村戸籍の出稼ぎ労働者は都市に移り住んでもそうしたサービスを満足に受けることができませんでした。そうした人々に新たに都市戸籍につながる居住証を発行、これによって都市への定住を促そうというのです。7月初め、鄭州の一つの常駐村で動きがありました。どうぞ3万人が暮らす常駐村、カンコトンです。夜間、突如町の至る所に立ち退きの通達が張り出されたのです。猶予はわずか1週間。町中がにわかに緊張し始めました。住民たちは町のあちこちで顔を合わせては怒りをぶつけ合っていました。咱先我靠，现在就是说都给人活着，就现在还送到这了，一分钱不带走。前天了，你前天了，你急眼火，你住的房你掏钱吗？你给人用的水掏钱吗？用的电掏钱吗？我说一我说，哪个是你给他掏钱？是，一号那天晚上吧，应该是。哦，是吗？下午去的。
但贴出来房东也没通知叫你走啊，是吧？是啊。他都不通知，都最后给你三天时间搬走。哦、我这个没有，都没有安置房，现在都说的有安置房，但现在拆迁了，这房子谁给他找啊？哦、都没有通知，你想上哪上哪，不想上哪走，跟他没关系了。现在人家拆迁就是直接给你下个，就给你下个通知，打个比方说，今天下通知，十号以前你搬走，你必须得搬走，不搬走你东西，不管你去哪，你就睡大街上，他也不管你。你要到庙里清泉那边，一个村里都住十来万，开玩笑，那到时候一拆，这人往哪安排？是啊，没地方，没地方住，真的没地方住。我跟你说、啊、他这个情况你说这个哈，出于咱外来人口，外来务工人口，是不是？咦，他这董事长拆咱可以，他改造是改造，改造是有好处，有好处。但是他有他这有没有问咱们外来务工人员想过没有？我们这些务工人外来人员那就是この常駐村で布団など寝具を商いする李敏さん。強制退去は死活問題です。这一条银皮皮三十多，现在接货囤货，你不买单呢，赔钱，二十五一条赔十几块钱，你做你不做咋办呢？你要人家货可整容这地方，他的寸金寸土是金，我租的一个房，你看整两房呀，一天一百多块钱。常駐村では路上も使い放題、品数を増やして店も軌道に乗ってきたところでした。この日の午後、女性三人組の客がやってきました。強制退去の通告を受けて引っ越しをしていく途中だといいます。妈，你拿走货了？咦，快快快，给他拿走来呀！快，他也就相中了，你看。我知道。你不是现在搬深圳去了吗？呀，你别给我！你现在是不是搬深圳去了？你是不是搬深圳去了？我说你现在是不是搬深圳去了？你管搬哪？你搬深圳？他都搬走了呀，你看看。我知道你现在。俺那个地方，俺只是暂时接着住。现在五点半了，深圳夜市都出了，恁去吧。快点！你这光头那个，他都知道了。你光头要来哪的？哪去了？哎呦，我的天哪！多大毛病？事務員をしているという女性たちは3組の布団カバーを買っていきました。 D さんが尋ねると引っ越し先の家賃は常駐村の2倍とのこと。3人で共同生活をせざるを得ないのだといいます。D さんは鄭州から150キロ離れた農村の出身。ふるさとに2人の子供と妻を残しての出稼ぎです。那心里都是想不舒服，真的不舒服，没有老人不光回去吧，搁家吧，不管有我不当官了，我回家一月一万回家一次，回家看一下老人，给点钱不给点钱嘛，吃的穿的反正给老人带着，你这妈妈心上有点累了，毕竟这个结婚了都有孩子，D さんが店を閉じるのは夜10時。少しでも仕送りを増やそうとアパートは町外れの常駐村に借りています。アパートへ帰るや否や D さんは他の常駐村にいる商売仲間へ電話をかけ始めました。你想想，你在外面经常跑，经常跑，你想在你跑这个这几个城市吧，这个你考虑考虑，考察一下具体住下，你考察一下那边的消费情况怎么样。郑州现在你看都市村庄拆的厉害，拆的厉害，现在这个地方呢，是吧？房租他妈贵，现在一天我差不多一天都有的，今天找我这个店一天花两百块钱，一天就要房租是两百，不说吃喝这东西，反正消费。常駐村の安い賃料の店がなくなってしまうと仕送りそのものができなくなってしまうかもしれない。この夜 D
さんは知り合いに電話をかけ続けていました。7月の末、政府の進める都市改造に拍車をかける新たな発表がありました。副部長刘立明先生。将来、戸籍による区別を完全になくすというのです。推进户籍制度改革，统一城乡的户口登记制度，全面实施居住证制度，基本建立以合法稳定住所和合法稳定职业为基本条件，以经常居住地登记为基本形式的户口迁移的制度。2020年までに農村戸籍と都市戸籍を統一し、新たな戸籍制度を作る。政府が出稼ぎ労働者に取得を促している都市の居住証が、そのモデルになることを示したのです。出稼ぎ労働者に都市戸籍を持たせて都市に定住させることで、新たな需要を作り出したいという政府の思惑。常駐村の人々はどう受け止めているのでしょうか。寝具店を営むリーさんが仲間と集まっていました。よう、正規だ。正規だ。郑州人だ。郑州人だ。你居住证不是郑州人だ。仲間が取ってきたという居住証、さまざまなメリットはありますが、同時に将来は年金などの負担もしなければなりません。叫我一个农村户口，别人城市户口，我第一我都不同意，我不愿意，因为啥不愿意？现在你的农村户口迁到市里，你愿意？你最起码现在你的，我现在我不愿意迁。对，你的一亩三分地没了。那这件事情你还得考虑，还得存一部分钱。对，你这好多事儿，这东西最主要还是个生活的压力问题。不是，因为三分地没有。如果说我没有保障，打比方这边你给我，我又不让我上班了。打比方说我啥医疗这，住房啊、医疗啊，啥我都解决了，养老我解决了，我可以没有后顾之忧，我可以签的，有什么签的？那那是，那你能签？但是这个你提这条件，他能不能给你解决掉？你最起码得养活自己吧。你得稳定了才。给你个给你个户口去，你自己都养活不了，你说你去干啥？得稳定。你说是不是？第二感觉还是这个城市的可持续发展。嗯，你现在就是说城市也打个比方说，郑州它有200万郑州户口，它如果不住这个新鲜歇业的话，你包括这个住房、道路、交通什么东西的，它盖这么多楼房，它卖给谁？是不是？郑州四个是户口都有房了，它卖给谁？谁在住啊？它又够住的，它要那么多房子干嘛？是吧？城市鼓励城这个农村人口往这个城市落户。他买房了呗，房地产那个升值呗，政府现在肯定不是，是不是对这个也有收入啊，对不对？就是说，压力上，生活压力上，经济、生活，都出在这点压力上，还是一拳还是为了一个钱，关键是钱。对。国家が進める大規模な都市改造は社会にいかなる影響を及ぼすのか。7月半ば、全国規模のシンポジウムが開かれました。集まったのは研究者や地方政府の幹部たち。最初に政府系のシンクタンクからその意義が説明されました。中国的房地产业严重过剩，说明了什么？回头就说中国大规模城市扩张阶段已经结束。其实我们现在的房子可以供在进城的人居住，有多少我们这个研究因为还不是没完成，但是绝对再过一个5年计划不用盖房的研究。所以说我昨天说了一句笑话，我说现在城里人没有2套房，基本上都说不出口去，哪个人没有2-3套房子？城镇化结论，我的结论是不是第二个司马懿？城镇化也不仅仅是促进 GDP 增长，抓手。
它是什么呢？大概是推进经济发展方式转型、产业结构调整、提高农民收入、培育中国中产阶级的重要工具。这是新的城镇化与旧的城镇化非常大的不同。我们前十年盖的房子，格差是正につながるという見方に対して、一歩間違うと社会を混乱させる恐れがあるとの指摘が相次ぎました。京沪线一条一条铁路两年时间就解决了，这在世界上任何一个国家都不行。所以原来就说这叫吃苦的一个游戏，这个游戏。但是呢，发展到现在的反而突然发现呢，也不行了啊？为什么呢？你看上访的是吧？就是说啊，就好多人受到伤害，比如说强拆啊、强迁啊，或者征地问题也好啊、拆迁问题也好，我自己。那么这些问题呢，就发展带来的负面的影响都出来了。但今天以人为本，不仅是种口号，不仅好像提供人文关注，而且现实的经济社会倒逼成这样子。老一代的农民工，他有中产比较，肯吃苦肯耐劳；新一代的农民工，如果没有适当待遇，如果没有社会的一定的保障，他们不可能像老一代的农民那样忍辱负重，他必然有他们的权利的诉求。无论从社会的稳定还是中国经济的持续发展，这样数亿人口的城镇化问题就是我们党和政府必须解决的问题。全国で1億人を超えると言われる都市の中の出稼ぎ労働者たち、常駐村という居場所が消し去られた時、どんな選択をしていくのか。専門家は動きを読み違えると大きなリスクになると指摘しています。我把中国的城市化认为，它对中国的影响，包括对每一个中国人命运的影响，可能超过我们的民主化。啊，作为政治家也好，他应该要把这个世道，世道就是规律和人心，把它当成一个第一个最重要的东西来看待，不能够去违背这些东西。违背这些东西，一个是有可能会造成巨大的浪费和损失，第二个，有可能导致这种巨大的社会矛盾和冲突，第三个，给自己留下一个笑话，鄭州市内の常駐村の一つ、夏目省。肉まん屋を営む江さん一家が暮らすこの町には、まだ立ち退き通知は届いていません。強制退去のリストに載っている以上は時間の問題です。明日なのか、それとも1年後なのか。落ち着かない日々が続く中で、一家に新たな心配事が起きました。51歳になる母親が喉にしこりができて物が飲み込みにくいというのです。この日の午後、江さんは母親を市内の病院へ連れて行きました。一家が大きな病院へやってくるのは稀です。都市戸籍がなく医療保険に入っていないからです。もし重い病気だったら。江さん一家は都市住民と比べて5倍を超える医療費を払わなければなりません。事前の検査で喉には大きなポリープができていることが分かりました。立ち退きに加えて母親の病気、大きな不安がのしかかります。他我没听到他怎么说的，他讲到的。
他也说非得要做手术。哦。嗯，他吃药效果不太好，非得要做手术。悪性でないものの、治療しなければ生活に支障をきたす恐れがあるという診断でした。我一上来就办事，答应下来，就不对你们先拿回去，你六月份起就是三的吧。其他些都其他了，有的了吧？你这个车也没用，其他的没用的了。叫他的也吃，不修的。有啥的呀？有的啊。有的是啊，有的人没有事。有事啊。有事啊，我一想拿那个跟车换，换得我有地道了，他早上八五八了吧，一千了吧。我找不到啊。刘老师，你像不像植树？植树的种下个星期在美院或者这边招人了？不像，像植树的有点不啦？先拿这个吃算了，哈，拿他的药吃算。我们到最大的看。他一直都一样。他一直都一直都一直都。我看就是一样的，说都是一样。自宅に戻った江さん。まっすぐ机に向かいました。パソコンで開いたのは地方政府のページ。出稼ぎ労働者に向けた居住証の案内です。医療や教育、どんなメリットがあるのか確認しようというのです。村民在郑州能上学办居住证，以前我不知道了。確かに子供の将来を考えればメリットはありそうです。将来如果上小学，他肯定需要。嗯。去上幼儿园的话，他只需要一个，打预防的那个本，还有那个照片。案内の中には。年戸籍を得た出稼ぎ労働者の喜びの声もありました。教育、寄生、购房等九项政策。年戸籍を手に入れれば生活の安心は得られるかもしれない。しかし同時に収入の半分を年金や保険料で取られることになります。江さんはホームページを何度も繰り返し眺めていました。市内の常駐村カンコトンの強制退去の期限まであと3日。この日カンコトンで寝具店を営むリーさんは市内の商店街をくまなく回っていました。なんとか仕送りを続けるために安い賃料の店を見つけなければならないのです。常駐村からそれほど離れていない一角、手頃な場所です。我也上来维护，也上来找工作，还有个帮忙人，弄的工作也找这个也处理处理。现在不好，原来开始拆迁的时候好找，现在这有点变完了都。到咱西边看咱瞅瞅。那中，谢谢你了啊。好，没事，慢走啊。啊，谢谢啊。驚いたことに。賃料の相場が跳ね上がっていました。常駐村から大量の商店が押し出されるため店舗の取り合いが起きていたのです。李さん、作戦を変えました。我看你外边能摆了，我不懂，到时候你把外边出租过来吧，我搁外边承认银行做吧。我那个地方不肯定不讲中，我这地方同行太多了，也厂家过来了直销的东西，在那隔壁邻居都可以，这个门口你给他出点钱，他可以。他们这门口没人。没好找啊，没房啊。
常中村閑古屯の最後の日がやってきました。明日からは電気も水道も全て使えなくなります。次々と運び出される家財道具の山、道路はあっという間に埋め尽くされました。店はどこも最後のセールです。すかさず現れたのが廃品回収の業者たち。町の一角にはみるみる鉄くずの山。ガラス、タイル、ありとあらゆるものが町から剥がされていきました。3万人が20年間暮らした町は姿を消していきました。立ち退きが終わった常中村は速やかに取り壊されていきます。都市改造のリストには載っているものの、いまだ立ち退きの通告は出ていない常中村夏目省。午後3時、客足が遠のき、やっと一休みできる時間です。閑古屯の立ち退きを知った江さん一家、この日家族会議を開いていました。这个城镇，只要招上车啊，再这个城镇生意不错，城镇生意就不存在了。城镇生意好。就今年就是现在车大之后，那些买这个房子，今年搞半年是不明年。他们还要这个车。你关键是到码头去的话，转账也高，房租也高，你毕竟生意好，我们生意还不一定，就是还不一定好。反正搞的话，我不满意，我们两个人搞，两个人搞，找个好的，找个好的地方看。房子不够大，不够大就有装修，弄个来摆个什么七八张桌，六七张桌，这努力也不换两桌了，换了七张的那种七张，换七张等早上早上起来，电报这个电报和电饭煲全部打开之后，八宝粥八宝粥连着粥连着粥，花汤是花汤。你到时候还没开业，还没挣钱的话，不着钱的。我没得法子，你必须要搞的，你不开这来回我。你开始就是要投资这个钱啊，你投资哪个钱？你至少都要达到10000块钱开始。10000，咱不知拿不下来吗？我就买东西的话，我也不知。买东西要达到15000块钱。立ち退きをきっかけに、逆に商売を大きくして勝負したいという江さん。しかしその代償にある覚悟がありました。是的，到时候车啦，我们找个店子啦，我们搞到你们到时候就，我要带黄油过去，种两亩田，想做生意，主要就在小镇开个干货店子啦，我搞什么人送黄油上学，再去带他，年纪大了搞不动了，做生意这。突然の江さんの申し出に父親は席を立ってしまいました。
他们弄好这个去的，都不舍得啊。我那没人带，那个没人带，现在找人啊，加盟啊。朋友们，上幼儿园去吧。上幼儿园滑梯有小朋友，还有老师，知道吧？还要背个小书包，去不去？去吧。你去幼儿园，那爸爸跟妈妈多挣点钱啊。那幼儿园多好呢。你对妹妹小妹妹很听话。上幼儿园学知识啊。你将来要读书要考大学啊，爸爸妈妈我挣钱给你考大学读书啊。你不上幼儿园，你手机都不会开。你一二三四五都不认识咋办呢？啊？打个鸡血都不怕的。啥子？起码要几点半过来上班啊？给你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 。吃亏了要睡觉了吗？那时候我们都幸福点了，幸福点上午搞生意，下午出去转去了。只有这样子。都市で商売を続けることの代償としての覚悟、それは家族がバラバラになるということでした。結局江さんは居住証は取らないという選択をしました。社会保障は魅力でも新たな経済負担をする余裕はないのです。生活要生存吗？你在农村里你不能说吃光，在农村里虽然饿不死，但是你为下一代着想，随着现在就是人类的社会的进步嘛，你必须要挣钱嘛。你现在有句话说的是"人为钱亡，鸟为食亡"，就是这个意思。嗯，要拼搏嘛，趁现在年轻要拼搏，多挣点钱嘛。嗯，常駐村。閑古屯が強制退去となった翌日、通りを2つ挟んだ商店街です。寝具店を営む李さんはやっと見つけた店で商いを始めていました。賃料は以前の倍ですが、仲間と共同で頑張るつもりです。その時です。突如制服姿の役人たちが現れました。路上販売の取り締まり、都市の美化、環境を損ねるというのです。慌てて片付けます。初日からうまくいかない李さん。李哥，今天关门，不营业了。明天咱俩吃饭去。嗯。店の契約書を見せてくれました。契約期間は一月だけ。まだこれから安い賃料の店を探し続けるのだといいます。Bさんは都市戸籍など考える意味もないといいます。城市的发展呐啥，咱们外来人口根本跟不上他的人，跟不上这个城市的发展。咱们毕竟是农村出身，咱们农村出身，咱们的思想跟他们城里的状态是不一样的。咱们来外来人口来的城市干啥？就是一个字拼，再一个字就是赚钱，拼着赚钱，就这么简单。因为为啥咱们融不到这边人？咱们不能像他们一样可以休闲的喝茶，休闲的聊天，休闲去玩。咱们跟他不一样，咱们如果休闲的去聊天去玩，咱们就是在这里是一个消费者。鄭州市の郊外に立ち並ぶ新築の高層マンション。
強制退去となった常駐村カンコトンから移り住んだ男性がいました。リー・ホーさん30歳、東部の農村に家族を残し市内の不動産会社で働いています。比那边宽敞多了，比那边好多了，反正价钱也高嘛。常駐村から新築のマンションに移り住んだ出稼ぎ労働者、いわば政府が描く新しい都市の消費者像です。しかしリー・ホーさんもまた居住証の申請はしていません。稼いだ分はできる限り仕送りに回し、ここも仮の住まいでしかないといいます。这边以后像这些应该都是一个大片，哦，会很多。这边这个位置会再修一条路，通到那个主路。作为这个城镇化的一个变化呢，没什么实际意义吧，因为它并不能给我们普通老百姓或者底层一些人带来什么实质性的意义。它不是说你变成城镇户口，你有什么优势啊，或者怎样。甚至从某个角度，你现在城镇户口还不如农村户口，它大层面的东西，国家政策啊这些，我们管不了了。眼下に広がる巨大なマンションの建設現場。1万を超える新しい家が入居者を待っています。街中にいつもと違う光景がありました。高速道路の高架下で寝泊まりする人の姿が増えているのです。取り壊される常駐村の数は全国で3000カ所とも言われています。それは一体誰のためなのか。影響を受ける1億人の出稼ぎ労働者たちは今答えを求めています。